ホリエモンチャンネル。皆さん乾杯。堀江貴文です。皆さんこんばんは、寺田由紀です。ということで、ちょっとみんなで乾杯しましょうよ。はい、ちょっとちょっと飲みたかったんですね。はい、ということで、皆さんこんばんは、寺田由紀です。本日はですね、博多水炊きももつ鍋亀吉さんから居酒屋ホリエモンチャンネルを亀吉さんですね、はい、収録していきたいと思います。そして本日一緒に乾杯してくださるのは J リーグの SC 相模原の代表を務めている望月茂吉さんです。どうもよろしくお願いします。堀江さん、ここです、ここです。乾杯乾杯お願いします。お願いします。じゃあサロンメンバーも来てくださってて、皆さん乾杯。あとはもう今はもう J リーグのアドバイザーですからね。そうなんですよね。僕も一応あの J リーグのまあ、実行委員社長なんで、そういった会議に行くんですけど、うん、まあ、そういうことをあのチェアマンの方から伝えられて、まさかですよね。僕も驚きました。今日もちょうど村井チェアマンと、あ、そうですか、はい、対談してきて、すごい面白い話をいっぱい今日もしてきたんですけど、あのプロスポーツリーグが実はあの必要な、はいはい、人気をその得るために必要な3要素って何だと思います？手がけてるというか気をつけてる3要素。必要要素みたいなか。はい。ファンとかスタジアムとかそういうような。スタジアムあたりです。臨場感、応援してもらいやすい。臨場感のあるスタジアムってまず大事で、要はサッカーの場合はサッカー専用スタジアムがそれにあたります。キャラクター、応援、なんかこう応援してもらえ、ブーカズさんとかリドバルスキーはスター。そう、あ、合いましたね、合いましたね、合いましたね。スターと、あともう一個ない。いや、もうあとは、まあ、今ある、まあ、デジタル化ですね。あ、デジタル化っていうか、そのインターネットとかそういうのを活用ですね。はいはい、だから今成功してるリーグっていうのは、リーグっていうかそのスポーツっていうのは全部それが3要素があるんですよ、うん、整ってます。なるほどね。で、今日例えば大相撲で、うん、例えば砂かぶり席とかで見ると、うん、めちゃくちゃ臨場感あるでしょ。あの200キロの巨体が体をぶつけ合ってるわけですよ。ドスンドスン、ピチピチって、なんか骨と骨がぶつかり合ってる感じの音がするんですよ、あの前の方で見ると。だあれこそ まさに専用スタジアムじゃないですか。でスターがいるでしょ、白鵬とか朝青龍みたいな、はい、要はヒールもいるし、うん、そう、あのベビーフェイスもいるしみたいな。でそういうスターもいますと。そしてデジタル化で、まあ、ニコニコ動画とかでその中継をいち早くやってるんですか。やってますよ。へえ、それ初めて。大相撲ニコニコ町会議場所とかやってますよね。だから実は今あの相撲がものすごく人気なのは、最近連日あの満員御礼じゃないですか、っていうのはそれが原因なんですよ。で J リーグは実はそれがない。まあそうですよね、はい、この3要素が実はめちゃくちゃ弱い。遠いんですよ。じゃああのこれ食べながらでいいんですか。全然大丈夫です、はい、うん、あの亀吉さんに本日出していただいた料理、まずポテトサラダと明太子ね、あの、はい、博多の明太子ですね。博多の明太子超美味しそうで、今そうか、スターもいないのか、みんなヨーロッパに行っちゃってるんですよね。そうだから代表戦はスターがいる。確かに。だからね、人気なのよ。ゴールデンでもやってるし、放送やるし、そうで満員じゃないスタジアムも大体、はいはい、でサイスタとかでやるから、サイスタで満員だとやっぱ結構雰囲気、そうですね、雰囲気出るんですよ。ただスタジアム遠いけど。本日の居酒屋ホリエモンチャンネルはここまで。一緒に乾杯した望月茂吉さんの著書、全くゼロからの J クラブの作り方、サッカー界で勝つためのマネジメントは、経営素人の元サッカー日本代表選手がゼロからクラブを立ち上げ、わずか6年で J リーグ入りを果たした経営戦略を解説しています。この番組についても後書きに掲載されています。ぜひご覧ください。また今回ご協力いただきました博多水炊きもつ鍋亀吉さんは、大人の隠れ家的な趣のある店内で、名物のもつ鍋は臭みがなく、ホリエモンも絶賛。これからの時期には特におすすめです。ぜひ遊びに行ってください。さて次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。お楽しみに。
ネマガの登録はこちら、 YouTube チャンネルもよろしくね。